あのこうやってまた話ができたいことは、あのどっちも健康にあったけん、こうやって会えて。八坂村のモデルになったとある集落にやってきました、はい、ですね、今日は、かなり部分カットということで要点だけまとめようかなと思います。そのもともとその事件が起きた頃にはあったとされるその廃墟というか、あのお家も廃墟になってますけど、そこと、お地蔵さんがあるところ、ああそうですね、はい、行こうかなと思います。頂上のね、はい、ちょっと分かりやすく、まとめたような感じ。今回は岡山県津山市加茂町で起きた津山事件についてです。土井睦夫という男が起こした大事件であり、荒坂峠で命を絶った事件である。その集落と最後の峠をご紹介します。ほら、本当だと思います。すごいな、これ。あのお家とか古いですよね、うん、こことか何かあるんですかね。なんか小屋というか水道タンクみたいな、あなんかコンテナがあるね。ありますね。でもなんか管理のやつなのかな。でもね、毎年毎年来てますね。そうはな、結構道がわたがんこの林道めげとるよ。あー、車通れないって聞いて。いや車はな、途中からまためげとん。あーそうなんですか。はい、なんとか抜け出しました。噂によればこの下に降りれば集落があるということで。これ車が通ることはできなくて、そう、普通に山側から行ったら普通に通れるような感じだけど、これはあの通行止めのやつです。立ち入り禁止じゃなくて通行止めです。おお、すごいねこれ。屋根とかも落ちてますね。ね、その当時のやつなんだろうね。前の動画では落ちてなかったですね。うん。あ、でも比較的なんか保管小屋みたいになったんかな。なんか土砂崩れでこの辺とか崩れたって聞いたけどね。電線繋がってるんだやっぱり。うん、比較的まだ。おお。いや住んでないね。こっち道が。入った後はありますね。だから林業の人とかでもね、土砂崩れが。うん。うわあ、来たんだろうねこれ。ずっと川の中に。でもこれなんか瓶とかいろいろなんかあるね。わかる、このもしなんかこぼした跡かもしれないですよ。 家とかあるよね。ねえ、崩れたんだろうね、はい、でこれとかも多分土台じゃない。穴開いてるけど、そうかもしれない。土台だね、はい、向こうもあるし、この上になんかあったんだろうね。そうですよ ね、 ねえ、豪雨で見られて。なんか
案外なんか変な、なんか石碑っぽいの発見したね。石碑あれ、うわでもこれすごいな、全部これ流れてきたんですよ、これが。うん、満潮水いいじゃん、これ。ほん、ほんとに。いやでも大きい岩だね。家とか見える？見えます、見えます。いつのやつこれ、ガラスのクリーナー書いてあるし、使用期限とか、あ、書いてある、下にこれ。あ、でもなんて書いてあるのか、あ、でも昭、あ、1978年ってことかな、5月に製造ってこと。あ、なるほど。かも、紛れもなくここにおそらく家があったんだろうね。なんかね、やっぱいろんなものが落ちてるんで、うん、家があって、おそらくこの土砂、西日本豪雨なのかな。そうですね、それでやられてしまったのかもしれない。何もないよね。そうですね、やっぱちょっと埋まっちゃってるんでね、やっぱり。なんか不法投棄されてないですか、これ。比較的最近の。え、そうなんですね。最近というか、まあ平成の時代とか昭和の終わりぐらいの、まあ平成のぐらいだね、多分。ブラウン管って言ってます。東芝ってね。ね。これは実際どういうものなのか、ちょっとね、もしかしたら家の片付けでもどうしようもならんから、ここに。こういう日光の実家でしたか。お、なんかおばあちゃん、おばあちゃん。なんかあったらしい。この石垣の。あ、そうですね。あったらしいけど、今はないと思う。どうしてもそれかもしれない。ちょっと古いんだよ、やっぱり。松屋の木の、この辺かな。あれかな。うん。ここにあったらしくて、その記念碑とかもないですね。この辺にあったらしい。あ、そうなんですか。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ここも関係の家らしいよ。その当時の朝日ソーラーって書いてあるね。朝日ソーラーってありますかね。どうなんだろう、ちょっと調べてみようかな。相当昔の多いですね。なんかその当時のにもあったとされるやつかな、完全に。もうこんなんね、もうここも入ることは無理ですけど、ね、無理だって。で、一つ問題なのが、ちょっと甘く見てたせいか、お水を持ってきてなかったんですよね。だから登ってきたんですよ。そうですね。山上登って。かよ言うとこ通って、頼みたかったらあげようかな。お茶もあげようかな。あ、本当ですか。はい、いいですか。すみません、ありがとうございます。そうですね。あんまり。なんだこう怖いんじゃん。まあ怖いけど。こうやってまた話ができたいことは、どっちも健康にあったけん、こうやって会えて。そうですね、はい、ですよね、はい、よかったです、よかったです、本当に。もう、はい、まあ、私もまた
また来年また来なさい。わかりました。またこうやって話しましょう。ですね、ちょっと、はい。私も頑張りますけん。はい。もう2、3年。はいはいはい。頑張ります。ああ、そうですね。ああ、す。はい。ああ、ゆっくりされとるっていうことですね。すごいですね、でも。はい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 はいはいはい。あ、通れます。あ、わかりました。あ、なるほど。あ、じゃあもう岩とかもそんな、はい、大丈夫ですかね。あ、わかりました。ちょっとまた確認します。はい、また。はい、はい、ありがとうございます。また来ます。はい。はい、ありがとうございます。また。途中に話になったんですけど、今自分がちょっと今警察をね受けているんですけど、警察のねそのなんていうんですかね、どうなのかというね、まだ合格とかしてないんですけど、警察はどうなのか、またなんかその自衛隊とかも今自衛隊は合格してるんですが、あれよな、どっちが厳しいんかっていう、ね、そうですね、やっぱりちょっとそのオープンスクールとかには行くんですけど、やっぱ生の人のね声を聞きたいなっていう風に思って、ちょっとなんかもしね視聴者の方にお詳しい人やそういった経験をされた方がいましたら、もしよかったらちょっとコメント欄とかなどなどでちょっと、だからおまわりさんはやっぱいろいろとやることに、まあもちろん YouTube もあると思うし、はいはいはい、その秘密のねあると思うし、そうですね、でなんだろうな、なんかここ彼女とかできたら連絡とか、はい、なんか連絡っていうかなんかね、いろいろあるじゃん。そうですね、身元確認とか結構制限されちゃうと思うんで、やっぱそういうのはやっぱあの大体はそのなんかね教えてくれるんですけど、やっぱ本当のところはどうなのかっていうね、うん、ところをちょっとなんか聞きたいなと思って、まあ、またなんか、ね、ライブとかするときにもし、ね、よかったらね、あのタイミング合えば教えてもらったりすることもね、うん、そうですね、できるかもしれないですね、本当にいう感じでちょっと山口を、はい、下っております。まあ、気持ちも下らないよ、はい、もうそうですね、はい、というわけでコメントいただければと、はい、お願いします。うわでも怖いなこれ、ちょっと見えますかね、やばいですね、ちょっとはい、ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。